なんだか、パリオリンピックはとんでもないことになってるね。まず、開会式から変な演出。マリー・アントワネットの生首まで登場して、同じ建物の中でヘビメタロックの演奏が繰り広げられる。とっても綺麗な建物は、マリー・アントワネットが実際に投獄されていた建物、コンシェルジュリーという建物で、昔からの美しい建物だけど、ヘビメタで全てをぶち壊すってイメージなんかね。それと、IOC が謝罪に追い込まれた最後の晩餐のもじりね。ちょっと動画を見たけど、申し訳ないけど見にくいね。LGBT の人に悪いけど、いくら整形してホルモン剤打って女性になったとしても、グロテスクに見える。なんでそこまでアピールするんやろうかね。海外では、かなり少数者への弾圧がひどいのか？日本だと、別にその人はその人ってことで、人形してるんやけどね。最後に、ほぼ全裸で青塗りして出てきたデブの男性。なんなの？開会式ディレクターはトーマス・ジョリーという人で、彼自身もゲイで、LGBTQ を表現した作品を作ってきてるらしい。フランスでは認められたアーティストらしいね。まず、このおかしな開会式から始まって、大会でも実におかしなことばっかり行われている。開会式で、韓国の名前を北朝鮮と呼んで、韓国は抗議したらしい。韓国に関しては、オーストラリアの選手が日照期の柄のサーフボードを使うことに抗議して使用をやめさせたこともある。日照期に異常に固執してることは納得いかないけど、ふつくとあらばしっかり抗議するってところは見習うべきもあるね。判定もおかしなことが多い。柔道男子60キロ級で銅メダルを獲得した永山竜樹が、準々決勝で待てがかかったにもかかわらず相手に締め続けられ、一本負け。全日本柔道連盟も抗議したが、覆らなかった。男子バスケットボールの日本対フランス戦でも、4点リードの第4クォーター、残り約10秒。相手の3点シュートを阻止に行った河村勇輝がファウルを取られ、このプレーで同点。その後、延長戦の末に金星を逃すなど疑惑の判定。後に映像で河村は接触していないことが確認された。柔道といいバスケといい、もう AI の判断に任せた方がいいという意見も出てる。トライアスロンではドブ川のセーヌ川で行われ、カナダの選手が決勝点を通過した後、約10回を落とした。水質が良い場所は他にもあるにもかかわらず、セーヌ川にこだわった結果、選手もお気の毒。そして極めつけは、女子ボクシングでのアルジェリアのトランスジェンダー女子が、普通のイタリア女子に勝つという、全く無謀な事態まで起きた。アルジェリアの選手は、国際ボクシング協会 IBA 主催の2023年の世界選手権で DNA 検査を実施し、XY 染色体を持っていることが証明されたとして、出場権を剥奪されている。しかし IOC は、完全に出場資格があるなどと主張。男性と女性との力の差は分かっているもの。本気で戦ったら命に関わるかもしれない。本当に狂ってるね。イタリアのメローニ首相は、男性の遺伝的特徴を持つ選手は、女子競技に参加すべきではないと思います。誰かを差別したいからではなく、女性選手が平等に競技できる権利を守るためですと語ってます。今回のパリ五輪、あまりにもおかしなことばかり、選手村では盗難が横行してるらしく、日本選手も50万と婚約指輪を盗まれたとか、50万も持ってったの？防犯カメラがなかったらしい。部屋に簡単に入れるってことは、関係者の可能性が高いね。大体、フランスってのは、
1800年代までは手づかみで食事をしてたらしい。テーブルマナーなんてのがあるけど、それは日本でいう明治以降に発展したらしい。最初にフォークを使ったのはイタリアだし、日本は飛鳥時代から箸を使ってたらしいから、全然品が違うね。フランスというと上品なイメージがあるけど、もともとはものすごく野蛮だったってこと。それが今回のパリ五輪で証明されてしまった感じよね。そんなヨーロッパの文化を何かと真似ようとしてるのが日本。バカだね。ヨーロッパよりもっと品があって、古い歴史があるのが日本なのに、わざわざ野蛮な国の真似をしてるなんて、本当に日本人ってバカやと思うわ。そんな中、東京五輪の時にフランスが制作した CM がある。見てみましょう。Le Japon est prêt pour les Jeux Olympiques. France TV aussi. 素晴らしい CM よね。これだけの感性を持っていながら、なんで自国開会式ではああなるのか？主導権を握ってる勢力があまりにもおかしすぎるようやね。ヨーロッパに迎合する日本人たちも、変なものでもヨーロッパだからフランスだからって迎合しそうよね。全く困ったもんや。ご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしております。次回の動画で会いましょう。チャンネル登録お願いします。